ハロー YouTube、 はい、ハロー YouTube ってもうこんばんはですけどね、こんばんは皆さん、今日はちょっと僕夜ツーリングに来てるんですけど、はい、バイクの、まあ卒業してから、教習所を卒業して免許取れてから、バイクで、練習をする、上手くなるために練習をするっていうね、よいしょ、持ち替えます。ことをテーマにちょっと話してみようと思うんですけど、よくね、まあ自分まだ下手くそだから、練習、いっぱい乗って練習しないとっていう発想あると思うんですけども、これはね、とても正しいと思います。はい。ただですね、結論から言うと、ずっと練習なんですよ。ずっと練習。僕も未だにやっぱりそのなんていうんですかね、自分の理想通りにバイクを操るっていうのはまだまだずっと先にあるなっていう感じがします。はい。でそれとちゃんと乗れるかどうか、無事に帰ってくるライディングができるかどうかっていうのはまた全然違う話なんですよね。はい。だからここで一つの間違いをですね、伝えたいんですけども、なんていうんですかね、例えば高速道路、ここ高速道路ですけども、もう峠もそうですけども、失敗することを前提にした練習の仕方っていうのは良くないんですよ。例えば分かりやすく言うと、中型は危ないから原付からにしなさいっていう言葉があるじゃないですか。あれ完全に事故る前提ですよね。じゃあ原付なら事故っても軽傷で済むのかって言ったら、そんなことはないわけですよ。原付で人を引き殺しても、中型で人を引き殺しても同じ罪に問われますので、もちろんその逆もしかり、30キロでね、いや50キロにしましょう、50キロで原付でこけても、50キロで中型でこけても大型でこけても基本的には同じような怪我をします。はい。ということなんで、非常にその今ね、違和感のない言葉だと思うんですよ。原付から練習しましょうねっていうのが、まあ事故を前提にしている、失敗を前提にしているっていうのは、その言われてみないと気づかないと思うんですよね。はい。こうした発想っていうのをちょっと考えてもらいたいですよ。まあ例えば山道走るのが苦手だから、まあでも行かなきゃうまくなんないから、行ってね、こう早い人と一緒にいて練習する、これ一番間違いですよね。はい。ダメですね。じゃあ何が正しいのかっていうと、まずそのオートバイにちゃんと乗るやり方っていうのは、バイクを走らせなくても練習できます。まあ座学というやつですね。まあ座る必要ないですけど、バイクにまたがってればいいんで、またがって、ね、練習するもんなんですけども、フォームの練習をしてみる。うん。とか、あとは、イメージトレーニングっていうのもありますよね。はい。で、他にもその映像を見てみるっていうのもそうだし、ただいろんな情報が世の中には氾濫してますので、まあどういった人のね、どういった情報を信じるのかというところの選択っていうのはですね、失敗しながら選択するっていうのもちょっとおかしい話ですよね。そう。だからまあ僕はSRTT の内藤さんをですね、非常にこう推奨させていただいてますけども、はい。例えばまあそういう形で、まあこの人の言ってることをとりあえず聞いてみようっていう形でやってみるっていうのがまあいいんじゃないかなと思ってます。で、まあ峠等に関しても、まずはですね、法規走行、教習所で習った通りの走り方、教習所通りで習った通りの走り方をしてても、まあダメな時はダメなんで、はい、周りがねその通りにやってるかどうかっていうのはわからないわけだし、お互いの認識の差もあるし、ルールそのものが完璧ではないので、はい、ダメな時はダメなんですよ。でそのダメな時はダメっていう時にちゃんと対応できる、ミスリカバリーの連続なんて言いますけれども、小さなミスをリカバリーしながら走っていくものなんで、大きなミスを、取り返しのつかないミスを犯さなければ無事に帰ってこれるわけですよ。はい。で、それをミスリカバリーをするための余裕を持って走る。余裕を持って走るっていうのは、車間距離を空けてスピードを出しすぎないっていうことですね。ただそれだけです。この2つだけ守ってくれれば、大体のことは回避できます。で、あとまあ僕がよく言ってるのは、悪天候の日に乗らないことね。
あのもちろん凍結なんか持ってのほかですけども、雨の日とか風が強い日とか、あと今夜ですけども、あの東京なんか結構明るいですけどね、夜でも街灯バリバリついてますから、ほんと真っ暗で街灯が少ないところを走るとか、あのそれだけでも、あとノームですね、それだけでもあのだいぶ楽になりますので、まあそうやってあの自分がミスした時にそれをリカバリーするまでの時間やディスタンスですね、そうしたものをこう確保しながらやっていくっていうのが、まずその練習としては前提になります。でそれだけ守ってれば結構平気ですよね。あと自分だけは大丈夫、自分は大丈夫、まあ本当にこう思ってる人ってのは少ないと思うんですけど、これで無意識なもんなんで、無意識の中で自分だけは事故らないんじゃないかっていうふうにきっと思ってると思うんですよ。で本当にそう思ってなくても、まあやっぱり一日ね、そのバイクに乗るときに、今日は俺が事故るのかもしれない、今日が俺の最後の日なのかもしれないっていうのを、本当にそう思ってなくてもいいんで、ちょっとねヘルメットの中でこうボソボソっとこう口に出していってみる、僕ね結構やるんですよそれ。あ、今日もしかしたら俺の最後の日なのかもしれないな、今日俺はここで事故って死ぬ運命なのかもしれない。でそう思うとね、こう非常にこうその死ぬのが嫌になってきて、無茶をしたりとかね、無茶をするってのはスピードとかじゃなくて疲れてるとかするのもそうですけども、なんかこう少しなんていうのかな、気持ちに余裕ができるというか、余裕を持とうとする風に冷静に なることができる感じがするかな。若い子なんかも特に言ってもらいたいんですけども、まあ楽しいですよバイク乗るのね、楽しいし、いろんなとこ遠くに行くのもいいんですけど、その時にね、まあ、ヘルメットの中で言ってればインカムつながってなければ誰にも聞けませんので、ヘルメットの中でこう一言ボソッとね、今日が俺の最後の日なのかもしれないな、自分だけが事故らないんじゃなくて自分は今日事故るかもしれないっていうのをボソッと言うと、非常にこう安全に対しての意識っていうのがね少し高まるんじゃないかな。あとはもうほんとスピード出しすぎない、車間距離を大きく取ること、車間距離はほんとね自分の出してるスピードをかける2メートルだから80キロ出してたら160メートルぐらい取るっていうのがですね一番理想です。で特に高速道路だと車間距離確認っていう場所があると思うんですけども、あそこで自分と前の車の車間距離を測ってくださいね。で詰まってるなと思ったら距離をこう開けてやるっていうのがまあ必要ですね。まあ僕自身ちょっと高速走ってて前を走ってるバイクがねすごいこう速いんですよ。でその速いバイクがねその前の車に追いつくと、でそこでの車間距離がねすごい狭い人とか結構いたんですよね。ああいうの良くないなと思うから、で速いバイクってね速く走ってないとねなんかちょっと調子悪いような挙動を見せるんですよ、ね、僕今日セルタを乗ってるんですけども、セルタをねこのバイクなんかねもう100キロ走るともう振動でね頭の中がミックスされるような感じで、ね、80キロぐらいでちょうどいいんですね。だから速いバイクに速く走らされるぐらいだったら遅いバイクに乗るっていうのも手ですね。で排気量はこいつ650あるので排気量的にも、まあ、満足させてくれるかなっていう感じです。はい、ねまあ、バイク速いんで特に4気筒速いんで速く走った方がこう調子良くなるような感じもあるんですけども、まあ、そこはちょっとグッと抑えてどうしてもスピード出して走ってみたいというのであればしかるべき場所に行くっていうのがねいいんじゃないかな。昔と比べて僕は若い頃と比べていろんな情報出てますし、アクセスもしやすいと思いますので、はい、そういったところに、行ってみていかがかなと思います。で、ちょっと、今回の話とは関係なくて別件なんですけど、ずっとライドさんのライディングスクールですね、非常にこう、まあ、会員さん、優先ではあるんですけども非常にこう安くですね、講習が受けられるっていうすごい好評なスクールがあるんですけども、今年もですね開催決定してます。はい、ずっと中止だったんですけどもやっと開催できるようになったんで、でですねサマーランドがもうほとんど定員ですね。名古屋の方はまだ若干空きがあります。で今年はちょっと見学枠 NG になってますので、もし興味ある方はですね、名古屋と東京の方でですね、受けられますのでそちらも見てみてください。はい、
で、こんな感じでいろんなところでこうスクールやってますので、自分の技術に自信がないっていう人はですね、いきなりそんな一人で、走りに行く、まあそれもいいんですけど、やっぱベースとなる技術を身につけてから一人で行った方が上手くなれます。安全に帰ってこれるという意味で上手くなれますので、スクールを利用してみるっていうのは本当にいい手だと思っております。はい、というわけで、ちょっとこうですね、外で今コーヒー飲みながらなんとなくしんみりいろんなことを考えて考えがまとまりましたので、まとまったタイミングで、皆さんにお話をさせていただきました。はい、ここからもう帰ります。はい、うん、あんまり長い間ね外にいるとね、うちにうちのねあのもぐもぐたちが寂しがるんで、はい、彼らのためにも僕も今日も安全に帰ろうと思います。はい、皆さんどうもご視聴ありがとうございました。失礼します。